第41回衆議院議員総選挙とは、1996年10月20日に日本で行われた国会議員の総選挙である。前回総選挙まで採用されていた、中選挙区制に代わり、小選挙区比例代表並立制を導入された。また、野党第一党の新進党は、政権交代を目指し、第28回衆議院議員総選挙における日本社会党を依来、 38年ぶりに定数の半数を超える候補者を擁立した。1996年、村山内閣を引き継いだ、橋本内閣は内政ではバブル経済崩壊後の住宅金融専門公社の不良再建処理、外交では沖縄県普天間飛行場の返還交渉と米軍用地の強制使用問題が喫緊の課題であった。一月に招集された第三十六 通常国会で重戦特措法は世論の批判を受けつつも成立。普天間飛行場も5年から7年後の返還を目標に合意した。基地の強制使用についても代理署名訴訟について最高裁は上告を棄却。9月13日に沖縄県知事は強制使用手続きの広告、従卵の代行を進める考えを表明した。橋本は 内閣発足当初の課題が一区切りしたことを受けて解散を決断し9月27日招集の第137臨時国会の冒頭で衆議院を解散した当時はインターネットが一般に普及し始めた時期にあたりインターネットを選挙活動に利用することが公職選挙法で禁じている文書図画の反布にあたるかどうかが問題となった 二年後の1998年7月12日に行われた第18回参議院議員。通常選挙から投票締め切りが20時まで拡大されたため、18時投票締め切りでは最後の国政選挙となった。野党第一党である新進党の立候補者数が過半数を大きく上回っている。自民党は239議席と復調したが、過半数には届かなかった。 また、社民党は、改選前の30議席を大きく下回る15議席と惨敗。新党先駆けも旧議席から2議席と大敗を喫し、社民党から独立した新社会党はすべての議席を失った。新新党は4議席限の156議席と伸び悩んだ。選挙直前に決闘した民主党は、新党ブームを起こすことなく、 解散自制力を維持するに止まった。共産党は、社民党から離れた、左派票の受け皿となり、11議席増の26議席を獲得した。自民党、新進党、民主党、共産党、社民党先が化粧派無所属補欠当選自民党、新進党、民主党、共産党、社民党繰り上げ、当選自民党は単独過半数回復のため、新進党議員の引き抜きを進めた。 引き抜きや補欠選挙での勝利などにより、1997年9月5日には、総選挙を減ることなく、過半数を回復。第42回総選挙直前には、実に32議席増の271議席に、膨れ上がっていた。こうした議員の引き抜きは、前回の1993年第40回、総選挙から横行しており、 与党総合間で移籍する議員に対する批判も起こった。そのため、第42回総選挙以降は、政党の名前で当選した比例区議員に限り、同じ比例区に立候補した他党への移籍が禁止された。政権ラッシュに失敗した、新進党は離党者が続出し、党首の小沢一郎は自民党との保護連合構想路線を施行するものの、 党内対立が激化し1997年12月末、新進党は回答資六党に分党した。ありがとうございます。